お久しぶりです、トーマスです。今日はね、バルミューダフォン非常に話題になっております。限りなくゴミに近い。ゴミの匂いがプンプンするんやけど、ゴミじゃない可能性もあるんじゃないのか、ゴミなのかい、ゴミじゃないのかい、どっちなんだいっていうところではあるんやけど、俺の意見としては完全なるゴミです。ただ論点はそこじゃないのよ。どうしてバルミューダはあえてゴミを発売したのか、その理由に今回は迫っていきたいと思います。で、まず一番最初に確認をしておきましょう。バルミューダフォンはゴミです。復唱してください。バルミューダフォンはゴミです。で、どうしてバルミューダフォンがゴミなのか、そのシンプルな理由を解説します。スナップドラゴン765で10万円。はい、ゴミです。もうこの段階でどう転んでもゴミ。いやでもスマホなんかさ、性能以外にも見るとこいろいろある。いいえ、ゴミです。もしかしたらカメラがすごい可能性だってある。いいえ、ゴミです。あのね、もうこの性能でこの値段っていう時点でパンでも焼けない限りはゴミ。だからバルミューダフォンに関しては買うまでもないし、検証するまでもないです。手元にバルミューダフォンないです。それでもこき下ろせるぐらいやばいのがスナップドラゴン765で10万円。この事実なんです。だからバルミューダフォンがゴミなのかどうかっていう話は今日はしないです。バルミューダフォンはゴミである。その大前提の上でなぜゴミを発売したのか、こういう話を今日はしていきたいんやけど、その前にまずバルミューダとは一体何なのかっていう話からさせていただきます。あのね、バルミューダね、俺もね、うっすらしか知らんかって、なんかちょっと高くておしゃれな家電製品販売してるところよねっていうイメージをうっすら持ってたんやけど、その通りです。バルミューダの強みは高い代わりにデザインがスタイリッシュで、ちょっと独自性もありますよっていうところなのよ。で、その主な主力製品はトースターとなっております。ただじゃあトースターいろんな種類販売しているのかっていうと、ノンそれも全然違います。いろんなジャンルに高くておしゃれな製品を1点ずつ発売してるっていうのがバルミューダの特徴なのよ。で、それが具体的には扇風機とかスピーカーとかライトとか掃除機とかっていうところにはなるんやけど、さらにもう一個バルミューダの特徴があると、それはファブレス企業であるということなんです。バルミューダは自社で工場を持っておりません。やっていることはデザインと製品の設計、そして広告を担当している、この3つなんです。だから生産は完全に外注をしております。今回のバルミューダフォンに関してもあの京セラが生産をしています。ただこれ別に悪いことではないです。今では一般的です。アップルの M1 チップに代表される半導体を作っているのは TSMC ですよね。そして多数のスマートフォン等々を販売しているのはフォックスコンなんです。このピクセル6 Pro に関してもデザイン設計広告は Google が担当、生産はフォックスコンが担当をしております。これは一般的なんです。そして工場を持たないということは、つまり固定費が少なくなるっていうのが強みです。その代わりに生産マージンを中間会社に取られるから、製品の単価はちょっと上乗せされてしまうっていうデメリットがある。まあそこは表裏一体やね。そしてね、こっからがちょっと面白い話にはなるんやけど、バルミューダはね、シェアを取らないという独自戦略を取っています。これね、今までのシェアの概念を覆すでしょう。だいたいね、シェアなんてね、 20%25% は取らないと生き残れないっていうのが業界の仕組みなのよ。だから上位 1,2,3,4 社に最終的には落ち着いて寡占状態になるっていうのが一般的ではあるんやけど、バルミューダは違うんです。少ない数を高く売る。グラフちょっと行ってみましょう。これバルミューダが2020年に出した決算資料に書いてあったグラフではあるんやけど、バルミューダが出している製品の中で最もシェアを取っているのがトースターです。これでたったの 5.3% しかないです。それに対してこの中で一番少ないのこのデスクライト 0.9%、 これで生き残れてしまうのがバルミューダのすごいところなのよ。そしてその理由わかりますよね。価格が高いんです。薄利多売とは真逆を行く高利商売という戦略を取っているから、製品単価がむちゃくちゃ高い。これもバルミューダの一つの特徴です。例えばこの棒グラフ、左側が市場平均価格、右側がバルミューダ製品価格っていうところにはなるんやけど、一番えげつないところでいくと、扇風機はね、市場平均価格多分3000円ぐらいのところではあるんやけど、バルミューダの扇風機は3万円超えてます。で、あとデスクライトもちょっとえげつないな。市場平均価格が5000円のところ、バルミューダの製品価格が3万の1000円とか、それぐらいかな。つまり価格が高いから数を売らなくても生き残れるのよ。その代わりにバルミューダの製品はデザインがスタイリッシュだったりとか、ブランドイメージが良かったりっていうところでなんとか売っているっていう感じだね。で、もう一つ面白いのが、製品ジャンルを増やすごとに売り上げを増やすっていう戦略を取っているっていうところやね。で、これもね、2020年の決算資料に書いてあったグラフではあるんやけど、まず最初2010年にバルミューダは扇風機から始まりました。扇風機に参入することである程度の数字を取れた。その後に今度キッチン用品に参入をしました。それで売り上げがさらに上乗せをされました。さらにその後はクリーナー製品ですね、掃除機等々を販売しております。それで売り上げが増えましたということなんで、まあ、いろんなジャンルにバルミューダの製品を少量投入するごとに売り上げを増やしていく。これがバルミューダの成長戦略なのよ。そして
てここに書いてあるでしょ、2021年からはまた続々と新ジャンルに製品を投入しますと、その一つがバルミューダフォンだった。スマートフォン業界についにバルミューダが進出を果たしたっていうことやね。ただ繰り返しになるけど、バルミューダフォンはゴミなんです。その理由はスナップドラゴン765で10万円だからです。性能が低いのに値段が高いし、それを覆せる要素もない、だからゴミっていう話なんやけど、ゴミゴミ言うなと、お前ちゃんと証明しろって言いたい気持ちわかります。証明させてください。でこれがね、同じスナップドラゴン765を搭載しているバルミューダフォンとピクセル 4A5G の比較表にはなるんやけど、この中でバルミューダフォンが買ってる要素、無線充電に対応していることと防水 IP44 に対応している、まあこんな防水合ってないようなもんやから対応してないと言ってしまっていいんやけどね。であと重量が軽いと、もうこの3点のみです。この3点のみでバルミューダフォンのお値段104,800円、そしてピクセル 4A5G のお値段65,000円となります。しかもピクセル 4A5G の発売日は2020年の10月発売なんです。1年前に発売されたスマートフォンよりもしょぼいのに高い。これがバルミューダがゴミである理由です。え、これじゃあ納得できない？そんな人のためにダメ押しさせてください。別のスマホと比較しましょう。同じスナップドラゴン765を搭載しているバルミューダフォンとリノ 5A の比較となります。この場合、バルミューダフォンが買っているのは無線充電に対応していることと重量 138g であることのみです。それなのにリノ 5A は 54,800円、バルミューダフォンが 104,800円。価格差なんと5万円。5万円を無線充電とこの重量のために払える人がいるだろうか？いや、いない。だからゴミなんです。ただね、別にスナップドラゴン765で合わせる必要もないのよ。バルミューダフォンの10万円という、ごめんね、バルミューダフォンの10万円を出すことによって買えるスマホ、こんなにもあります。上から行きましょう。 iPhone13mini 86,800円、 iPhone13 98,800円、 Pixel5a 51,700円、 Pixel6 74,800円、 Mi11T Pro 69,800円。よりどり緑なんです。全然番犬の役目を果たせてない番犬がいる。さらにバルミューダフォンはそれ単体で見てもゴミ感溢れまくってるわけよ。で、俺がゴミだと思う要素を羅列したのがこれにはなるんやけど、まず厚みが 1.3 センチ、無駄に分厚すぎる。そして 2500mAh バッテリー、いくらなんでも少なすぎ、1日持ちません。で、さらになんと背面プラスチック素材です。え、この時代に？で、もちろんシングルスピーカーやし、ディスプレイは有機 EL ではないんです。液晶のしかも 60Hz なんです。メリハリがなくて滑らかでもないって覚えてください。そしてシングルシムだから電話番号一つしか管理できないし、シングルカメラだから画角を変えることもできない。防水も IP44 なんて合ってないようなもん。だからバルミューダフォンは市場に存在価値がないスマホなんです。明確に上位互換スマホがございます。バルミューダフォンより安いのにバルミューダフォンより性能が高いスマホっていうのが多数あるのよ。そしてその性能価格差を覆せる強みもないどころか、ゴミ要素のオンパレードね。だからバルミューダフォンを選ぶ理由がないですね、というのがバルミューダフォンがゴミである理由の解説になります。ただ論点はここじゃないのよ。バルミューダフォンがゴミっていうのはもう100も承知です。みんな分かってます。それなのになぜバルミューダはゴミを発売するのか、ここが今回の趣旨なのよ。ただね、バルミューダは全くブレてないのよ。スマホを発売してしまったことによってこれだけ話題にはなってるんやけど、バルミューダがやってることは今まで通りなわけよ。というのも、最初にも言ったグラフありますよね、これですよね。これどの製品もバルミューダ製品は市場価格と比較して圧倒的に値段が高いんです。そしてそもそもシェアを取る気がないと。一番高いシェアで 5.3%、 低いシェアで 0.9% ではあるんやけど、これも今まで通りです。バルミューダフォンもシェアを取ることはできないでしょう。さらに新ジャンルを高く売ることによって売り上げを伸ばす狙いっていうのも今まで通りなわけよ。製品を新たなジャンルに投入することによって売り上げを伸ばす、予告してた通りなんです。だから周りからしたら、バルミューダフォンみたいなゴミを発売しやがって見損なったぞバルミューダっていうのが今回の騒動ではあるんやけど、バルミューダからしたら、何言ってんだよ、俺は今までと何も変わってないぜって話なのよ。そしてスマホ参入の広告効果は抜群なんです。なぜならスマホっていうのは全日本人が必須のデバイスです。未だにスマホを持っていない日本人は一人もいない。例外はない、そんな日本人はいない。そう、全日本人が必須のデバイスだから、注目度も今までの白物家電とは全く違うんです。あー、なんやバルミューダがスマホに参入するんか、なんかすごそうやんけっていう人が続出した。それによってバルミューダの名前は劇的に売れます。スマホの参入でバルミューダの名前を知ったっていう人も多いでしょう。そして俺も今回の騒動のおかげでバルミューダという企業の戦略を知ってしまったし、なんと俺が自主的にバルミューダを紹介してしまっている始末。この動画実は案件ではないんです。まあ、この辺は野球の球団と似てるよね。野球の球団を持つ最大のメリットって会社の名前が売れるっていうことやから、スマホに参入することによってその会社の名前が一気に売れ始めるわけよ。バルミューダはそこを狙ってきたの。ただ誤算だったのは、スマホという目利きが厳しいジャンルに
参入をしてしまったことなんです。今までの白物家電と違ってスマホに関してはごまかしが効かない、なんかいい気がするっていうのはスマホに関しては通用しないわけよ。トースターであれば美味しい気がするでいけるわけやんか、扇風機であれば風が優しい気がするでいけるし、ライトであれば目に優しい気がするでいけるのよ。実際のところはどうかは知らない、実際にバルミューダこれだけ成長しているということはそれなりにすごいんやとは思うんやけど、その性能に対する価格の妥当性っていうのを明確に出せないのが白物家電だったわけよ。ただスマホは違う、スマホはカタログスペックという概念が存在してしまうんです。 CPU の処理能力はどれぐらいか、カメラの画素数はどれぐらいか、カメラのセンサーの大きさどれぐらいか、ディスプレイのリフレッシュレートはどれぐらいか、全て数値で表されます。それだけじゃないです、スマートフォンはガジェオタと呼ばれる最もタチの悪い人種が24時間の限界体制で監視をしまくってるジャンルなのよ。で、具体例がこれです、これです。こういうやつを相手にしないといけないのがスマホなんです。そしてバルミューダフォンはもちろん24時間限界体制の監視に引っかかってしまったわけです。発表された段階で誰がこんなもん買うんだよのアビ共感となりました。そう、バルミューダフォンは他のスマホに負けてしまってるからターゲットが不在やねん。これ発売したところで誰が買うの、誰に向けて発売してるスマホなんですかっていう話で、そこに対してバルミューダの寺尾社長このように明確に答えています。我々はスマホの画面を見るために生きているのではない、素敵な人生を送るために生きているのであって、スマホはあくまでもそのための補助をする道具だ。スマホは人がよりよく生きるための補助道具だと考えている。この考えが少しでも気になって耳を傾けて手に取っていただける方が購入の候補に入ると思う。要は情弱がターゲットだと名指しにしているんです。我々のスマートフォンは他のスマートフォンに対する優位性はございません。そしてスマホをろくに使えない、スマホに時間を割くこともできない情報弱者に売りつけたいと考えておりますと言っているように俺には聞こえた。ただバルミューダ寺尾社長もバカじゃないです。1台でバルミューダを築き上げてるんです。その手腕は半端じゃないです。バルミューダフォンが他のスマホに対して優位性がないっていうのも、ガジオタにこれだけ騒がれるのも全て想定内。ははははは、我々のスマホはゴミである。そんなことは分かってます。バルミューダなんかマーケティングの会社なわけよ。市場調査なんかしまくってます。その上で優位性がないっていうのを分かりきった上で発売に踏み切るにはそれなりの理由があるんです。それがソフトバンクとタッグを組むということなのよ。お手お手、聞こえてんのは分かってんねんぞ。そう、あのソフトバンク、泣く子も黙る孫正義社長、髪が交代しているのではない、私が前進しているのである、でおなじみのあの孫正義社長が率いるソフトバンクとタッグを組んでしまったんです。そうなるともう売れないものなんてないわけよ。君たちバルミューダフォン売りなさい。この孫正義社長の一声によって、はい将軍殿、もうねゴリッゴリのソフトバンクの営業マンたちオールバックに身を固めてパリッパリのスーツを着ております。どこも KDDI がぬるま湯で温泉とまで揶揄される社風とは全く違うんです。でそんな人たちが孫正義社長の鶴の一声を全国に滞らせることになるのです。で各ショップに足を運んでは、貴様ら将軍のお達しだ、バルミューダフォンを売れーっていうわけよ。バルミューダフォンはそのソフトバンクの多大なる戦力を後ろ盾にしながら、なんと売上目標たったの2万7000台となっております。いくら俺みたいなやつがバルミューダフォンはゴミだゴミだとわめいたところで、そんな声はショップに自ら足を運ぶ情報弱者には一切届かないんです。いらっしゃいませ、スマホご検討中ですか、それでしたらバルミューダフォンはいかがでしょう。なるほど、初めてのスマホで右も左もわからないと、それでしたらバルミューダフォンはいかがでしょう。 iPhone のお買い上げ誠にありがとうございます、ご一緒にバルミューダフォンはいかがでしょう。これが日夜繰り返されれば売上目標の2万7000台なんて余裕のよっちゃんで達成できちゃいます。いや待って、いくら情報弱者でも iPhone が隣に置いてあるのにバルミューダフォンが売れるはずがいけるでしょう。でもソフトバンク版のバルミューダフォンって14万円なんでしょ、そんなものが売れるはずがいけるでしょう。ソフトバンクショップならいけるでしょう。これが寺尾社長の計画なんです。花からいい製品を出すつもりもないし、シェアを取る気もない、でも確実に売上目標は達成するし、バルミューダフォンは話題になることによって広告もなるし、利益も間違いなく確保することができてしまう。全ては計算済みなんです。これが寺尾社長の手腕です。ということなんで、今回のバルミューダフォンに関してはバルミューダの見事な戦略だったと言わざるを得ないと、話題になるし広告効果も抜群、そして利益もしっかりと確保できています。俺みたいなやつに騒がれるのも想定の範囲内と、ゴミだと分かる人はそもそものターゲットじゃないんだと、好きに騒いでくれ、好きにわめいてくれ、全く
全くダメージはないから。しかもバルミューダフォンをソフトバンクショップで捕まされる情報弱者はスマホのことなんて右も左もわからないんでしょ。じゃあバルミューダフォンがゴミだということに気づく術もないよね。つまり誰も不幸にならないよね。ここまで想定内なのよ。だからバルミューダフォンの戦略は見事っていう話。バルミューダの名前も売れて利益もしっかりと確保できるんです。ただバルミューダフォンが消費者を不幸にするスマホであることも間違いないのかなと。というのもバルミューダフォンの存在っていうのは市場の歪みに他ならないのよ。他のスマホに対する優位性がないスマホが市場に存在していいはずがないよね。本来は勝手に淘汰されて消えていくものではあるんやけど、今回ソフトバンクの力を借りることによってゴリ押しします。そして売りつけるんです。もちろん買うのは情報弱者。俺みたいな人はバルミューダフォンには触れないから損はしないし、バルミューダフォンを買う情報弱者もバルミューダフォンが捕まされているということに気づく術はないんやけど、ただ今回のバルミューダフォンによってバルミューダの知名が上がると同時にバルミューダという企業のイメージが悪化したのも間違いないのかなと。というのも今までであれば俺はうっすらバルミューダは高いけど物はいい会社なのかなと思ってたのよ。それがバルミューダフォンを見る限りはゴミを高値で売ってる会社でしかないのかなというイメージに俺の中では変わりました。で、俺が変わったということは他にも多数の人がそういうイメージに変わってしまってるわけよ。だからこれがバルミューダフォンだけで終わるならいいんやけど、過去の代物家電にまで波及しかねない。そのダメージは計り知れなくなる可能性もあるよというところで、バルミューダフォンは悪手だったのかなと思います。バルミューダフォンによって知名度と一緒に悪名も上がってしまったと。悪名は無名に勝るという言葉はあるけど、本当にそうなのか、それは今後のバルミューダに注目をしていきましょう。で、あとはね、バルミューダフォンに続編はないです。なぜならバレたしバレるからです。俺みたいな人はバルミューダフォンは絶対に買わないです。 YouTube、ブログ、Twitter とかでスマホレビューを検索する人に関してもバルミューダフォンは絶対に買わないです。だからそういう人たちにはすでにバレてはいるんやけど、バルミューダフォンを実際に購入してしまった人たちに関してもいずれバレるでしょう。遅かれ早かれ。なぜならこれだけ話題になってるから、いろんなところで悪名が噂されているから。そのスマホゴミらしいよっていう話はいずれ耳に入ります。じゃあそんなスマホの2代目なんて誰も買うわけがないよね。ということなんで、バルミューダフォンに関しては初代で終わる伝説のスマホになる可能性が高いです。プレミアに期待する人は買うなら今です。ただそれ以外の人に関してはいかなる人にもおすすめすることはできないです。なぜならそれよりも安くて性能が高いスマホがいくらでもあるから。とはいえ俺がいくら忠告をしたところで、この動画を見るような人はそもそもバルミューダフォンなんて選択肢に入らないのよ。俺がいくら騒いだところでバルミューダフォンを買う人はいるでしょう。つまりどう転んでも情報弱者を救うことはできないんです。情報は不平等なんです。知らない人は買うんです。だから知る側になりましょうという注意喚起でこの動画を終わりたいと思います。以上となります。このチャンネルではこんな感じで今後もガジェットと生活改善情報を発信していくので、この動画が良かったなと思ってもらえればグッドボタンとあとチャンネル登録をお願いします。あとガジェマガっていうブログも運営をしていて、こちらも2日に1回の確実更新でガジェットと生活改善情報を発信しているので、こちらもチェックしていただけるとありがたいです。あとツイッターもやってます。フォローお願いします。書籍無駄の省き方出てます。買ってください。長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。